アンダーズ東京は東京都港区のトラノモンヒルズ内にある高級ホテル。ハイアットホテルリゾーツの一つである。トラノモンヒルズの47階の52階及び37階、1階に入居する。ブランド名のアンダーズはヒンディー語でパーソナルスタイルを意味する言葉で同ブランドのホテルとしては12番目の開業となる。運営は モリビルグループのモリビルホスピタリティコーポレーション。同社はグランドハイアット東京の運営会社でもあるため、同ホテルとは兄弟関係になる。モリビルでは、同ホテルを虎ノ門ヒルズの考え方を凝縮した存在と捉えているという。正式オープンに先立ち、2013年9月6日、六本木ヒルズ内にアンダーズスタジオを開設し、各種先行イベントを行っていた。 羽田空港、成田空港を結ぶリムジンバスも当ホテルに発着する。客室は47から50階にスイート8室含む164室。広さは50平米からアンダーズスカイスイートの210平米で全室 Wi-Fi 完備。価格帯としてはパークハイアット東京よりは安くグランドハイアット東京よりは高い値段が意識されている。51から52階には レストランバー、婚礼、宴会施設、37階には、スパフィットネス施設、1階にはカフェ及びベーカリーが設置されている。フロントは51階にあるが、一般的なチェックインカウンターは設置されず、フロントデスクとベルトコンシェルジュの機能を統合した、アンダーズホストと呼ばれるスタッフを配置している。客室でチェックインを行うことも可能とされる。 最上階の52階には都内最高所の独立型チャペルや日本初となるオープンウェアスペースを含むルーフトップバーなどが設けられる。ありがとうございます。